この間、鋭意、政調会長の辻元清美さん、そして福山幹事長をはじめ、政策を作成をしてまいりました、多くの方の意見をお伺いをして、作成をしたところでございます。後ろのページには、枝野代表の思いが書かれておりまして、日本社会は危機の中にある、分断と排除の政治が行われ、立憲主義が壊されている。 社会の多様性が脅かされ、国民の大切な情報が隠蔽されている、一握りの人たちがトップダウンで物事を決めてしまう、傲慢な政治が横行している、政治は政治家のためでも、政党のためでもなく、国民のためにあるものですと、こういう強い問題意識を持って、我々立党の精神を集約をした政策集、国民との約束を今日発表をさせていただきますので。 右でも左でもなく、前へと、これがわれわれの今の思いでございまして、しっかりと、この間私も会見で申し上げましたが、日本の政治でいえば、ど真ん中のところで前に進んでいくという、われわれの思いを強く表させていただきました。ページを向きでいただきますと、全部で大きな5本の柱、 5本柱の1つが、生活の現場から暮らしを立て直すということでございまして、えーまあ、若干リードを読ませていただきますと、アベノミクスの成果は上がらず、国民の所得を削り、中間層を激減させたままでは、本当の意味で活力ある経済は再生しませんと、誰もが安心して暮らせる社会のビジョンを示さなければいけませんと。 保育、教育、医療、介護の各分野の賃金を底上げします。女性に対する雇用、賃金差別をなくします。社会全体で全ての子どもの育ちを支援します。将来的な国民負担を議論することは必要ですが、直ちに消費税率10%へ引き上げることはできません。実質賃金の上昇によって中間層を再生します。また、地方の基幹産業である第一産業を支え、 食と地域の安全を守りますということで、まあ、今回の選挙で言えば、一つの大きな争点になっております、消費税につきましては、われわれは予定されている消費税の税率を10%に上げることは、今の段階ではできないという認識になっております。ままたこのののの文書前半の部分は、ま、さに民進党時代代、ね、枝野代表言言葉ででえば、えーだえー 支え合う、誰もが困ったときに支え合う社会、そして前原代表の言葉で言えば、オール・フォー・オールを我々自身は実現をしたいと思いまして、一番目にこのことを掲げさせていただきました今。辺野古の問題ですが、アメリカとの関係は、辺野古の問題、もちろん重要でございますが、アメリカ国内にもいろんな声がもうすでに上がっております。 議会の中でも上がっておりますし現実には辺野古に変わるものはないのかという議論も出てきておりまして辺野古の問題イコール日米同盟が壊れるようなそんな単純な あのそれも私たちはゼロベースでもう一度見直しましょうと言ってるわけであのすいません、そんな単純な一本調子の日米同盟では私はないと思っておりますし、もっと多層的、重層的に日米同盟というのはつながりの深いものだと考えております。一方で北朝鮮問題ががありりそして、えー、韓国日本ととアメリカとの関係がより 緊密に連携をしなければならないときに、まあ、日米同盟をおろすかからにするということは、やはりそれは私たちは考えておりませんので、一方で20年進んでないことは事実ですし、安倍政権の沖縄の皆さんに対するやり方を、本当にそれでいいんだと認めることは、我々のスタンスとしては、えー、抵抗がありますので、そのことに対してはこのような表記をさせていただいたと。 辺野古ゼロベースということを考えたときに、えー、日米地位協定だとか、日米合同委員会のあり方とかも見直さなければいけないんじゃないかと思うんですが、そこに、えー、突っ込んでいくあのお考えはありまわれわれ2009年のマニフェストのときに、もうそのときに、えーえー、今何をおっしゃる 日米地位協定の見直しは言及をして実際に我々は私は実は日米地位協定の内々の交渉をやっておりましたのであの日米地位協定はわずかですが我々の時に現場大臣の時にですね少しだけ動いた実施 実績もありますので日米の宗教というの見直しはもともと我々言っておりましたのでそのことについては今回表記はありませんが視野には入っております。